手がかりあるよ。任せて。ダイングメッセージ。ダイニングメッセージじゃなかった。ダイイングメッセージだって。犯人を決めろっつってもよ。もう新しい手がかりがないんだぜ。あります。それは違うよ。それは違う。それは違うよ。手がかりならまだ残ってるかもしれない。前園さんが残したダイイングメッセージだよ。ダニー。なんつった？やっぱそうなるよね。ダイイングメッセージだって。ダイイングメッセージ。前園さんの背中の壁にあったでしょ。11037って書かれた血文字。いや、松井分かってっから。あそこに犯人の手がかりがあるはずよ。その前に聞いておきたいのですが。はい。そもそもその血文字は本当に前園さんが書いたものなのですか。そうだよ。指がね、赤くなっとった。左手の人立ってて、ほしい。前園さんの左手の人差し指が血で汚れてた理由、うん、きっとその指で血文字を書いたからだよ。彼女はその前の争いで右手を骨折していたはずだ、うん、それで左手で書いたのだな。そうだよ清隆くん。そうよかった。君はもうたまにそうやってちゃんと説明してくれる。前園ちゃんが書いたのはいいとしてもさ、うん、その11037ってどんな意味なの。数字のことならその女が詳しいんじゃねえのか。プログラマーなんだろ。それが全然なんだよね。どうやってもこの数字列に意味を見出せなくて。当たり前よ。だって数字じゃないもの。そうなの。いやなんだか。あ、どうした。いえ、数字じゃないと思って見てみますと、この最初の文字って11ではなくてアルファベットに見えませんかね。見える。ノエル。ん、本当だ。中央の線がかすれてるせいで11だと思ってたけど、これってエノとも読めるね。団長。それは違うよ。